こんにちは。僕、くまモン兄さんだよ。はい、どうもこんにちは、スルゴージでございます。皆さん、お久しぶりでございます。スルゴージです。まあ、ずいぶん動画をね、更新しなくなってしまいましたよ。なんでですかって聞かれたらね、俺なんて答えるんだろうな。特にね、理由ないんですよ。インフルエンザになってね、突然動画投稿できなくなったこともありましたけれども、今回は別に病気でも何でもなくてですね、ただめんどくさかったからね、定期的にそういう風になるんですよ、僕はね。ただずっと家にいたわけじゃなくて、今回そのカズさんの結婚式にね、皆さんご存知かと思いますが、福井県にね、カズさんっていう方がいらっしゃって、その方がご結婚されてですね、YouTube でね、プロポーズの動画なんかも出してましたけれども、僕は結婚式にね、出席させていただきました。で、まあ結婚式行って、まあその次の日はね、お母さんと会ったりですね、あとは感情を失った次男にも会ってきましたよ。そして特徴を失った三男にも会ってきましたし、次男の娘のワカナちゃんにも、会ってきました。そしてもう一人ね、実はね、三男にも実は、っていうね、ことでございます。まあ、動画いろいろ撮ってるので、徐々にね、そのうち見せていこうかなと思っております。てなわけで、まあ、いろいろ言ってたんで、まあ、動画もいいやと思って、やんなくていいやと思ってね、いろいろ休んでおりました。まだね、ちょっとバタバタしててですね、今日も完全復活っていう感じでは なくてですね、この編集も結構簡単な感じで終わらせようかなという感じになっております。とりあえず、近況報告ということでね、今日動画作っております。こんにちは、瀬戸康史でございます。今日から編集復活します。実況へ皆さんどうもお久しぶりです。瀬戸康史のゲーム実況へようこそ。はい、ということで、久々のマインクラフト実況がやってまいりました。今までね、結構休んじゃって、途切れてましたけれども、まあ今日からね、ちょっとまた復活してみようかなと思います。で、まあ、今まで私のね、マインクラフト動画、応援してくださった方、ありがとうございます。なんで途切れてしまったかっていうとですね、まあ、簡単に言うと、すげえ大変なんですよ、この動画作るの。すげえ大変だったんですよ。うん。最初スマホ版、まあ、ちょっと最初説明させてくださいね。最初は僕ね、スマホ版、PE 版から初めてやってましたけれども、PE 版のその1、まあ、懐かしい動画ですけど、見ていただくとわかるんですが、すげえ簡単な編集で、あっという間に終わってるんですよ、僕の中の作業もね。音楽も全然入ってないですし、ただ僕のドキドキ感がすごい伝わってきて、面白い動画にはなってると思うんですよ。作業量としては全然ない。でもそっからなんかこう、田口が出てきたり、鳥が出てきたり、いろいろあったりして。どうも、ご無沙汰しております。瀬戸康史です。久しぶりですね。ちょこちょこたまに動画をね、ゼルダの伝説とか出してはいたんだけど、その毎日更新自体は、今年2017年の1月の5日ぐらいで止まってるんですよ、毎日更新はね。だからもう3日ですよね、今日は月曜日だから、もうほぼ丸3ヶ月私は、動画をね、休んでしまっていたわけなんですけれども、まあそろそろ始動しようかなと、再始動しようかなっていう、まあその心境になってまいりましたので、今日はね、何するってわけじゃないんだけど、そのまあ取り留めのない話をね、ちょっとしていこうかなということで。いいよ。ああ、そうなの。うん、俺昔からずっと見てるんだよね。ファンなんだよ。え、瀬戸康史って俳優だよね。え、俳優？今月9に出てる。ああ、違う、そっちの瀬戸康史じゃない。え、どういうこと？だからイケメンじゃない方の瀬戸康史。え、もう一人いるってこと？そうそう、 YouTuber の方だよ。知らんかった。いくつぐらいの人？そんな若くないよ、もう40歳ぐらいかな。え、おっさんじゃん。そうそう、おじさんなので、何？その人が何なの？復活するらしいの。ん？復活ってどういうこと？一回死んだの？まあネット上では死亡説とか流れてたりしたけどね。マジで？そうそう。じゃあ瀬戸康史ってこういう感じ？これ幽霊じゃん。え、違うの？いや、本当に死んでるわけじゃねえから。ああ、そうなんだ。髪の毛の色とか違うし。え、何色？金髪？茶髪？白髪だよ。ああ、そういうことね。ちょっと老けすぎてるな、これ。あ、そう？これおじいちゃんじゃん、完全に。こんな感じじゃないの？違うよ、もうちょっと若くて、あとメガネかけてる。ああ、なるほどね。こういう感じね。
うん、まだ死んでるけどね。顔は合ってるだろ。うん、顔はちょっと似てきた。似てきたけど、まあ、白髪ではないんだけど、まあ顔は似てきた、うん、で、ちょっとね、下半身ちょっと違うのしてみようか。どうすればいいの？ちょ、とりあえず足つけてよ。ああ、足ね。ごめんごめん。いや、だからなんで死んじゃってるんだよ。足つけたじゃん。いや、足はあるけど、これ天使じゃん。天使じゃなかったら何なのよ。いや、だから普通の人間だよ。分かったよ。いや、悪いやつになっちゃった。だって YouTuber って言ったじゃん。いや、お前の YouTuber のイメージどうなってんだよ。学校のガラス全部割ってみたとかやってるじゃん。やってねえよ。ただの犯罪じゃんそれ。だってたまに捕まっちゃう人とかいるでしょ。いや、まあいるけどさ、そういう人ばっかりじゃないからね。もう分かんねえよ。答え教えてくれよ。分かったよ。瀬戸康史はこれだよ。ああ、こんな感じなんだ。うん、そうそうそう、これ、これが瀬戸康史だよ。うわ、こう、面白い感じなの？これ、これの。うん、そうそうそう、面白い動画とか作ってるよ。あ、なんか面白い、なんか普通の、普通のおじさん。今あとは普通のおじさんの動画。はい。いや、え、じゃあ、まあ、ぶっちゃけ言わない。お前、こういう、こういう人、こういう感じの人がお前、好きなの。そうだけど。そうだけど。そうなんだ。はい。なんや。うん、な、うん。動画、一回動画見てみれば面白いかもしんないじゃん。ああ、まあ、ちょ、俺は、もう俺いいかな。うん。あ、まあ、じゃあまあ、もう興味あったら、まあ家で暇すぎる時とかにぐらいは見てみたらいいんじゃない？ああ、わかった。うん。見てみるわ。瀬戸なんだっけ？瀬戸康史。ああ、瀬戸康史ね。微妙な感じ。瀬戸康史の動画。はい、ということで、お久しぶりでございます。瀬戸康史でございます。ですね、9月でしたか。あの9月、もう去年の2017年の9月の頭ぐらいからかな、私動画をちょっとね、出さなくなりましたね。で、今まででもうちょっと最長じゃないかな。今まで1ヶ月休むとか2ヶ月休む3ヶ月休むみたいなのはありましたけど、今回は9、10、11、12そのまま年を越し上がって、そして1、2で2月はまだ途中だから、だから、まあ、だから5ヶ月もね、丸々5ヶ月も休んだから、もう今月2月もやんなかったらもう半年ですよ。半年休む YouTuber がどこにいますか。ここにいます。ちょっと指導します。イエーイ。今日は今見ていただく皆様、ご無沙汰しております瀬戸康史です。11月中旬ぐらいから動画投稿が途切れてしまい、12、1、2、3、約3ヶ月以上。一回12月の中旬頃にシュプリームの動画は突発的に上げましたが、まあ、コンスタントな動画投稿が途切れたのが、約3ヶ月以上、3ヶ月半ぐらい途切れてしまい、本当に元気です。私すごく元気です。はい。ご心配をおかけしてしまい、本当に元気です。おめえ何言ってんだ、はい。本当に本当に心配してくれた方、本当にすいません。はい。私はこの3ヶ月半、2500円ぐらいで買ったファイナルファンタジー14をちょっと初めてやってみようと思いまして、1ヶ月の期間たっぷり楽しみました。それ以降は月額費用がかかるのでやってません。レベル60ぐらいまで行きました。その後ホライゾン2を PS5 でやりました。60時間ぐらいやってちょうど昨日クリアしました。楽しかった。でも最後はちょっとなんかゲームボリューム多すぎて